タイダルウェーブ作戦は、第二次世界大戦中の1943年8月1日に、アメリカ合衆国陸軍航空軍の第8、ドイツのナチス党政権は1940年9月、ルーマニアのヨーガ・アントネスクによる親ドイツ政権の樹立を支援し、1941年1月には、石油の供給と油田防衛のためのドイツ軍部隊の進駐を認めさせた。 これによりドイツ及びイタリアの石油需要の多くは年間生産量4、300万バレルのプロイエシティ、油田の石油によって賄われることとなった。2、連合国側は1942年に同リットル空襲とは別に連合国側である中華民国の基地から B-24 リベレーター23機を出撃させ日本本土爆撃を行う作戦計画を持っていた。 1942年5月、この作戦実施部隊が中継地のスーダンに着いたとき、大日本帝国陸軍が出撃予定基地を攻撃占領したことから、作戦は頓挫してしまった。このため合衆国軍は急遽同部隊の13機によるプロイエシュティユデンに対する爆撃作戦に変更し、1942年6月11日に爆撃を実施した。 出撃機13機は損害なく帰還したものの、生油施設の被害はほとんどなく、作戦は失敗に終わった。この結果、ルーマニア中流ドイツ空軍総司令官、アルフレート・ゲルシュテンベルク将軍の要請により油田、生油施設に対するレーダー施設などの早期警戒網の充実、戦闘機部隊の強化などの防衛強化策が施されることとなった。 1943年1月のカサブランカ会談でアメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相の両首脳は数軸国の重要拠点である石油関連施設の破壊を戦略方針の一つとして決定した3プロ野ティの位置1 9 4 3年3月合衆国陸軍航空軍司令官ヘンリー・アーノルドは プロエシュティ油田爆撃作戦の計画立案をその爆量のヤコブスマート大佐に指示した。策定された作戦計画は、超低空飛行により標的の油田、製油施設を爆撃するというものであった。また、これに使用する爆撃機は超低空での運動性、航続距離及び爆弾搭載量に優れた B-24 が選定された。 1943年5月のワシントンにおけるルーズベルトとチャーチルの会談でイギリス空軍の参加も提案されたがイギリス空軍機と混成では整備、補給で問題があるとして合衆国陸軍航空軍単独での実施となった。当初作戦名はソープサッツ作戦であったがチャーチルの発案で変更することとなり6月30日タイダルウェーブ作戦と命名された。 作戦参加部隊には北アフリカの第9航空軍から第98及び第376爆撃航空軍が選定され、さらにイギリス本土の第8航空軍から第44、第93及び第389爆撃航空軍が加えられた。これらイギリス本土からの3個爆撃航空軍は6月下旬にベンガジへ到着した。 飛行経路のオールは、ベンガジ近郊の飛行場群を発信し、北東方向のリビア領トクラから地中海を北上してケルキラ島で北東に進み、ギリシャ、アルバニア国境のピンドス山脈を越えて、ユーゴスラビア南部からルーマニアへ侵入し、ワラキア平原へ出て、ピテシティ付近から高度30メートルの超低空、飛行で、プロイエシュティとカンピーナへ向かい、袋は、 ほぼその逆をたどる経路が設定された。プロイエシティ付近の声油所の位置、作戦参加部隊に割り当てられた爆撃目標は次の通りだった。第389爆撃航空軍以外の4個軍は、プロイエシティの北西方向から南東方向へ抜ける経路で目標に対し爆撃を行う経路であった。第9航空軍爆料長兼第9。 爆撃兵団長のウザルエント順将が指揮官となり、作戦部隊の戦闘を飛ぶ第376爆撃航空軍の指揮官機に登場することとなった。プロイヤシティ付近の西洋省爆撃後、対空砲火をすり抜け離脱する B-24D。D <ペッ>1943年8月1日早朝4時、ベンガジ付近の飛行場軍から作戦機が発進し、 ワラキア平原までは順調に飛行した。ところが、戦闘の第376爆撃航空軍の戦闘機が、トゥルゴビシュテの変身点で盗難に旋回しすぎ、ブカレスト方向へ向かってしまった。第376爆撃航空軍は、ブカレストを死認する位置まで来てようやく誤りに気づき、北へ変身し、プロイエシュティへ向かった。このため、 プロイエシティの南にあったドイツ軍の防空陣地上空をまともに通過する経路となり、激しい対空砲火により多くの損害を出すこととなって、さらには変態を解いたため効果的な爆撃とならなかった。第93爆撃航空軍も先行した第376爆撃航空軍と同様に一旦は進路を誤ったが、それより前に修正し、プロイエシティへは、 南西から侵入する経路となった。それでも同じようにドイツ軍の対空砲火を受け多くの損害を出した。プロイエシュティへ向かった残りの第98及び第44爆撃航空軍は計画通りの経路を取ったが、手前のフロレシュティからプロイエシュティとの間でドイツ軍の急列車と並走する形となり、これと B-24 に搭載している機銃で交戦した。 この2個爆撃航空軍は、急列車を破壊し、計画通り、プロイエシュティへ北西方向から侵入し、爆撃を行った。プロイエシュティへの爆撃を行った4個、爆撃航空軍は、異なる方向から、ほぼ同時に侵入することとなって作戦する状況となったが、衝突は起きなかった。カンピーナへ向かった第389爆撃航空軍は、 計画通りの爆撃を行った。各爆撃航空軍は、その後南西方向へ計画通り離脱したが、その途上ドイツ第4戦闘航空団所属の、戦闘機メッサーシュミット BF-109、メッサーシュミット BF-110 及び、ルーマニア軍の E やマイナス80の攻撃を受け、損害を出した。4。損害は、5個爆撃航空軍179機が、出撃し、 任務途中で帰還した者14機、墜落43機、トルコ領へ、不時着8機、補助飛行場等へ、不時着15機、出撃時の飛行場へ帰還できた者は99機だった。5。人員については、全乗員約1780名のうち戦士3 1 0名、捕虜となった者130名の損害だった。この作戦で投下された爆弾の量は、 約310トンでプロイエシュティの石油生産能力が45%低下した。この作戦については犠牲も多かったが戦果もあったとする見解と犠牲に見合う戦果ではなかったとする見解がある。この作戦に参加した者のうち5名が合衆国議会名誉勲章を受賞した。ありがとうございます。